はい。筋スロ30日格、11日目から20日ですね。まとめ動画第2弾ということでね。まあ、パチスロのね、実践ではないんですが、まあ、よかったら見てください。もう筋スロ企画も折り返し地点を過ぎましたので、もう間もなくね、復活しますんで、もうしばらくお待ちください。筋スロ30日格、11日目となる今回は、犬吠の街を散策したいと思います。スタンドバイミーごっこしたくなるな。瓶のコーラの自販機、150円で買えて。めちゃくちゃ冷えてる。うまい棒ならぬまずい棒。まとめ買いしかできないのがきつい。今回は見送ります。そろそろ東京戻ります。筋スロ30日近く、12日目となる今回は、銚子電鉄観音駅の近く、魚料理三浦さんへやってきました。海鮮丼にプラス100円でご飯が大盛りになります。さあ来ました。まさに海鮮の宝石箱。サザエにネギトロ、イクラ、マグロ、縦にアナゴに、イカにタイとくら。朝げきたー。わさびを溶かした醤油をかけていただきます。うん、たまらない。イクラもそのまま家へ運びます。プチプチ感が最高。お次はカキフライを頼みました。もうサクサクで当たるカキ汁、腹パンパンになります。ごちそうさまでした。筋スロ30日近く、13日目となる今回は、ついに来てしまいました。銚子旅行最終日でパチンコ屋に来てしまった。中がめちゃくちゃ涼しい。さあ、打ったことない寝台がいっぱいあるけど、何を打とうか。オリンピック面白いですね。さあ、というわけで、電車の時間が近づいてるので、ここらで退散したいと思います。トイレ貸してくれてありがとうございました。銚子が聖地のアトリの曲なのかなと思ったけど、全然違いましたね。次回から東京編戻ります。筋スロ30日企画、14回目となる今回は、柴又駅にやってきました。風情のある街並み。今回の目的は、とある事情で寅さんのお守りを買いに来ました。自販機で買うんですね。1000円安。さらばの口。この板は返却するみたいですね。トラさんとおそろ。近くにおみくじを見つけたので、トラさんのお守りの力を見たいと思います。中吉かい。さあ、運勢は明けごと。今がチャンス。こりゃギャンブルやるしかないでしょう。初めて入ったラーメン屋さんで食べるラーメン、これもまたギャンブルでしょう。ごちそうさまでした。さあ、筋スロ30日近く、15日目となる今回は、男はつらいよ55周年記念イベントに参加してきました。亀有ムービックスさんで行われるこちらの会は、山田洋次監督、そして玉袋筋太郎さんなど豪華ゲストがいて、貴重なトークを聞かせていただきました。トラさんのイベント、まだまだいっぱいあるみたいですね。あ、トラさんが動いてる。専用のシールにメッセージを書くんですけど、字汚っ。今回トークショープラスプレゼント抽選、フォトセッションでは撮影する機会まで与えていただきました。ファン投票で1位になった映画、ウラジロー夕焼け小焼けもまたいい映画でした。イベント終了後、テレビの取材がありました。自分もちょっと映りたかったんですけど、
全く声がかからず、もうぼっちちゃんと記念撮影して帰ります。金スロ30日企画第16日目となる今回は、最新映画を無料で見てまいりました。新宿ピカデリーさんはですね、6回見ると映画が1回タダということで、今回ポイントを使ってね、無料で見てまいりました。さあ、歌舞伎町のピカデリーまで行きますが、もう台風が近づいてて、雨が降ったり降らなかったりという、もうね、結構最悪なコンディションでございます。さあ、ここで券を発見して無料ということでね、入場者特典はあるのかと思ったら、なんか Uber Eats の無料配達券みたいなやつもらいました。まあ、今回のね、君の色は山田直子監督と軽音とか、声の形のね監督で、まあ、結構期待がね高まるとこでございますね。はい、というわけで今見てまいりました。まあね、単純にまあ青春もの、そしてバンドものっていうだけじゃなくて、まあ一言で言うなら、まあ、君の色であり君の色でもあったというね、そんなとこです。金スロ30日企画17日目となる今回は、ステーキガストのステーキ食べ放題にやってきました。まず最初にサーロインが運ばれてきます。おそらく 200g。 めちゃくちゃあっさりしてる。2枚目もサーロインステーキ、3枚目は希少部位のミスジステーキを頼んでみました。お、なんでもいいね。4枚目もサーロインステーキ、そろそろ腹がいっぱいになってきました。ラスト5枚目もサーロインステーキ、アバネロみたいなやつかけてみました。から今回はステーキ5枚でギブアップですね。最後にサイヤ食べて、間違えました、野菜食べて終わりとしたいと思います。ごちそうさまでした。金スロ30日企画18日目となる今回は、ハンターハンターの最新刊を買いに来ました。今回38巻は本屋さんで買うと特典がもらえるということなんですよね。特典みたいなついてると思うんですけど、こちらの書店だってもらえますか？うわ、当店ではついてない。あっ、ならば仕方ない、新宿紀伊国屋書店さんに来ました。さあ、コミックスは8回。なんやこれ、もハンター試験と変わらんやないかい。サトツさんどこ？あったと思ったら、特典付きは別のとこにありました。これじゃなきゃ見逃しちゃうね。さあ、開封してみましょう。旅団かっこいいっすね。旅団結成時、早く多い検証戦終わってくれ。金スロ30日企画19日目となる今回は、焼き鳥屋大盛り屋さんにやってきました。メニューのバリエーションが多い。さあ、まずビールとお通しを頼んで、焼き鳥でか、ポテト山盛り、このピーマンと肉味噌の相性が抜群、ホタテに大根おろしって初めての組み合わせですね。九州醤油、九州の居酒屋さんなのかなと思ったけど、いろいろな種類があるみたいですね。うずらのニンニク醤油漬け、海の宝石箱は一人一つ限定で500円。この内容で500円は安すぎる。そして頼んでみました、男気ジョッキ、通常の3倍ということで、どんだけの量が来るかと思いきや、重くて持つのも一苦労。これは飲み応えがある。やみつきのポテトサラダに中毒性がある。ごちそうさまでした。金スロ30日企画20日目となる今回は、うなぎの成瀬さんへやってきました。超畜梅とありますが、まあ、サイズの違いだけなんですよね。今回は梅でいきます。もう香りがやばい。まず単体で食べてみます。香ばしい。お次はご飯と合わせて、口の中でとろけます。追加のタレをかけて、わさびとネギを添えて、最強の武将の出陣じゃ。ため息しか出ない。わさびがめちゃめちゃ合いますね。残りも少なくなったところで、追加のタレまみれにしてスプーンで一気にかき込みます。これはまさに米の成り金や。ごちそうさまでした。